MLB、ML BJs の大谷翔平獲得に反対。地元メディアが分析、問題も引き起こす。ご視聴ありがとうございます。早速、今日も大谷翔平のファンへ情報をご提供させていただきます。先発6人必要。DH 枠。来期予算。トロントスターが見解。エンゼルスの大谷翔平投手は、来期の1年契約を3000万ドル、約44億円で結んだが、 ライオフに FA になることから遺跡の噂が絶えない。10月下旬にはブルージェイズの地元メディアヤフースポーツカナダがトレードでの獲得を進言していたがこちらも地元メディアトロントスターは獲得するべきではないと正反対の意見を強調した大谷はブルージェイズが探している左打者と先発のエース格だ大谷を獲得することは一石二鳥に思えるいや違うとトロントスター 以下の理由を挙げた。まずは、投手として。大谷は、東打二刀流、ゆえに、登板間隔を空ける必要があることから、28歳の右腕は、典型的な先発投手ではない。1週間に1回先発し、6人でローテーションで起用することが理想的。つまり、ブルージェイズはアレクマノア、ケビン・ガウスマン、ホセ・ベリオス、ユーセ・菊池の先発ローテーションに、 もう一人先発を加えなければいけないと指摘した打者としては、野手での出場は指名打者であること。2018年以降、外野での出場はわずか7試合であることから、大谷は中軸に当てはめることができるが、同時に彼の存在は問題も引き起こすだろうとして、ジョージ・スプリンガーやブラディミール・ゲレーロ JR の起用法の幅が狭まることを述べた。さらに金銭面。野球専門の米データサイト。 ファングラフスによると、ブルージェイズの来期の予算は1億9000万ドル、約278億5500万円が予測されている。大谷をトレードした場合、コストカットを行うことは、ほぼ間違いなく必須だと影響は大きい。また、契約面でも、大谷が FA になる前までに、長期契約を結ぶ理由はどこにもない。 彼は、高年報の短期契約、キャリアを全うする長期契約など、様々な契約を受け取るだろうと見ている。MLB 公式サイトの若手有望株格付けコーナー、MLB パイプラインによると、エンゼルスのトッププロスペクトは22歳のローガン王ハッピー保守。しかし、ブルージェイズにとって、トレードができる若手選手は、ガブリエル・モレノ保守とアレハンドロ・カーク保守という問題もある。 エンゼルス側が求めているトレードを実現させることは難しい。大谷のトレード論争もしばらく冷めることはなさそうだ。フルカウント編集部、エグンが獲得すべき新戦力に地下広次第。米記者が大谷翔平とのローテ実現を推挙。常にリスクはあるが大当たりになる。不安を抱えたままオフシーズンを迎えたエンゼルス。ワールドシリーズの熱戦が続くメジャーリーグ。現地時間11月3日の第5戦では、 ヒューストンアストロズがフィラデルフィアフィリーズを3対2で撃破して2017年以来となる世界制覇に大手をかけた。この激闘が繰り広げられているワールドシリーズが終われば各球団のマネーゲームが展開されるストーブリーグが幕を開ける。その中で日本人にとっても気になるのは 今季のレギュラーシーズンで73勝89敗と負け越したロサンゼルエンジェルスの動向だ。今年8月にアート漏れのオーナーが球団売却を公表したエンジェルスは、一体誰が次期オーナーになるのか、大谷翔平のトレードはないのか、などいくつかの不安を抱えたままオフシーズンを迎えた。 レギュラーシーズン終了直前の10月1日に大幅昇級となる1年3000万ドル。約43億4000万円の契約を締結して年俸調停を回避した大谷だが、依然としてその去就に対する様々な噂は絶えない。仮に来季は残ったとしても、勝ちたいという気持ちが強いと語る異彩の理想にかなうチームを新体制が築かなければ、 契約満了を迎えるライオフの対談は逃れられないだろう。そうした状況下で、エンジェルス専門メディア、ホーローハングアウトのザカリー・ロットマン記者は、今、オフにエンジェルスが狙うべきフリーエージェント、FA のターゲット TOP10 を発表した。いずれもチームに小さくない影響をもたらす大物が列挙された。その中で、堂々の語彙でリストアップされたのが、ソフトバンクから海外 FA 権を行使して、 メジャーリーグ遺跡を狙う地下広次大だ。今季に NPB で11勝、6敗を挙げて7年連続2桁勝利を達成した29歳は2017年に最高勝率、2020年に最多勝利と最優秀防御率、2019年と2020年には最多奪三振のタイトルを獲得。今や世界に注目される豪腕である日本で成果を高めた地下についてロットマン記者は3桁。 100マイルに達するほどの速球と破壊的なスライダー、そしてスプリットを主軸とする電気的な投手だと分析。その上で、うーん、3桁の速球に破壊的なオフスピードを持つ日本の先発投手。これを聞いて思い当たる節はないだろうかと読者に投げかけ、こう続けた昌平大谷は日本出身で、センガは彼と似たようなレパートリーを持っている。センガは打てないが、 大谷がマウンドでできることは全てできる。デグロム、バシッドラ・ヨシミ投手も候補に、また彼はこのレベルで成功するために必要なツールを持っている。常にわずかなリスクはあるが、彼との契約はエンジェルスにとって大当たりになるだろうし、もう一人の日本人スターも満足させることができるかもしれないと熱視線を向けた。ちなみに同期者が地下以外にエンジェルスに入るべき選手として選んだのは、デビッド・ロバートソン。 アダム・オッタビーの、ジェイコブ・デグロム、アーロン・ジャッジ、ラファエル・モンテロ、アンドリュー・ベニン・テンディ、トレーターナ、ブランドンにも、クリス・バシットの9名。いずれも本当の FA でも争奪戦が見込まれる人気銘柄だ。故に地下を含めて獲得は一筋縄ではいかないだろう。とはいえ、だ。地下がエンジェルス入りすれば、国際的な市場価値、特に日本は今以上に高まるだろう。もちろん、 エンジェルスのローテーションにも少なからず良い影響を与えるのも間違いない。果たして、大谷と地下という日本球界屈指の豪腕の共闘はあり得るのかその動向を楽しみに待ちたい。構成、ザ・ダイジェスト編集部、ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。よろしくお、